岸田総理、よろしくお願いします。はい、本日は規制改革の方向性について委員の皆様から活発なご議論をいただきました。規制改革推進会議では規制改革推進に関する答申が決定されました。社会問題の解決と経済成長を実現するためイノベーションを阻む規制の改革に取り組み、スタートアップ等が活躍できる環境整備や変化に対応した経済社会の変革を進めます。今後 AI による契約書の自動レビューサービスに関するガイドラインの作成公表やイノベーションを支える情報連携基盤の構築に向けた医療データ利活用のための制度整備等を行っていきます。国家戦略特区諮問会議ではスーパーシティやデジタル田園健康特区をさらに前進させること等を念頭に国家戦略特区において取り組む規制改革事項を決定しました。具体的には障害者等が投票しやすい環境整備や救急救命処置の範囲の拡大など持続可能で包摂的な社会の実現に向けた改革やスタートアップビザの全国展開など創業スタートアップを後押しする規制改革等をしっかりと進めます。本日決定された事項を踏まえ規制改革実施計画を速やかに閣議決定してまいります。岡田大臣におかれては関係大臣とよく連携し政府全体の規制改革実施事項を一体的に取りまとめていただくとともにスピード感を持って改革を実行していただくようお願いをいたします。